皆さんこんにちは、くじろくろうです。禁断の男の一人旅シーズン3、2日目後編。実はね、えー、バンコク、タイから帰国して、コロナにかかってね、ずーっとしんどりました。まあ、そのこともあってね、なかなか動画をアップすることができませんでしたが、 えーとね、久しぶりに、えー、前回2日目前編からの続きになります。えー、まだね、えー、2日目前編見てない人は概要欄にリンク貼っておきますので、えー、そこから見てくださいということで、今回の続き動画は、アソークっていうところにあるね、 ターミナル21っていう、えー、モールに来ました。まあ、ご覧のようにね、いろいろ日本語が書かれてるお店がずらーっと並んでますが、ここ、ターミナル21は、各フロアでね、あのー、まあ、国ごとにコンセプトを持たせて、そういった感じでね、インスタ映えをするような、そういうね、えー、デコレーションされた、 まあ、そういったモールになります。で、まだ結構新しくて、私自身ね、ずっと行きたい、行きたいっていう風に思ってて、まあ、見てください、このね、エスカレーターもなんとなく空港にいるような感じがするでしょねで、これ、アライバルでレベル3とか、まあ、ここの辺は、えー、っと、イスタンプールかなうん、ご覧のようにね、 ランプの照明とか、あとね、周りのお店も結構ね、えー、凝った作りになってます。まあ本当にね、見ていて飽きが来ないっていうかね、そういった、えー、いろいろなお店があります。えー、BTS のね、あそこ駅からすぐ近くなのでね、ぜひ行かれてはいいかなと思います。で、どんどんね、上の階に行くと、これ、 イギリスのロンドンをね、えー、イメージしたのかなっていう風でね、えー、そういった、はい、オブジェもありました。で、あとは、フードコートも結構充実してて、あとね、日本食レストランも色々ありました。えー、ご覧のようにね、天屋ですね。 あとは、やよいとか、あとね、日本で見かける飲食チェーン店結構ありました。まあ値段もね、日本とあまり変わらないぐらいかな。うん、ちょっと高めかもしれないですけど、いろいろ組み合わせ自由で、あこちら、カツやとかね、そういったのもあります。なのでね、日本食が恋しくなっても全然大丈夫。 で、私はね、着、えー、いた初日っていうこともあって、もちろんタイ料理中心で、がっつりいろいろ食べまくりました。 まあね、一つずつの料理が、まあ40バーツ。だから日本円にすると CC16、六十5円ぐらいかな ?170 円ぐらいかな、うん、そんなぐらいでね、えー、食べれる、えー、料理が結構あります。で、まあご覧のようにね、えー、カードにお金をチャージして、で、えー、注文した時にお金を払うっていうシステムになってます。 でこれでは食べ足らず、さらにね、別の料理を注文しました。えー、魚のね、揚げたやつとかね、その辺も食べて、えー、さらに、マンゴーとね、あと、えー、もち米、それをね、セットにしたデザートみたいなやつをね、えー、一緒に食べました。 え結構ねあのー、全然余裕で食べれるで料金もね他のフードコートと比べたらここのねターミナル21って結構安くてお値打ちですで、えー、スイカジュースにマンゴーにもち米のねデザートを食べたりとかしました あとは、まあ、ああのー、食べ終わってね、えー、ご覧のように、はい、いろいろ見て楽しんで、お、日本のアニメの、っていうようなね、えー、そういったね、ものもたくさんありました。なのでね、えー、結構楽しめるスポット、おすすめのスポットかなっていうふうに思います。 ま、見ていてもね、十分に、えー、楽しめるし、あとね、日本人観光客も結構いましたね。まあ、あの、スクンビットのエリアっていうところでしたんで。で、まあ、その後は、はい、ブラブラとホテルに向かって帰ります。ちょっとね、えー、夜遅い時間帯だったのでね、怪しげな、あのー、お姉さんとかもね、えー、道端に立ってたりとかしました。 まあそんなようなね一、えー、日でした最後までご覧いただきありがとうございましたチャンネル登録いいねボタンよろしくお願いいたしますそれではまたね <music>